聞いて、感じて、考えて。いて、感じて、聞いて、感じて、考えて。エオルゼアを震撼させたカルテノーの戦いから5年。賢者ルイゾアの秘策により時を超え再びエオルゼアの地に降り立った冒険者。その者は今懐かしの地に足を踏み入れる。第七霊祭によって様変わりしたその地に、
アルデナード小大陸の南端、荒野ザナーラーン。砂の都と称されるウルダハは、遠方からの大将たちが行き交う交易都市国家である。かつて鉱山都市として栄えたこの都市は、黄金都市と言われるほどの富であふれている。厚い城壁に囲まれた宝石のごとき豪奢な都市に、今一人の冒険者が帰ってきた。今はまだ己の運命を知らぬ者。神々に愛されし地エオルゼアの歴史に名を残す者。この冒険者の長き旅は、砂の都ウルダハから再び始まる。